ですえー、今回もマーケティングマインドセットの、えー、講座3バージョンについてお話しできればなと思いますのでよろしくお願いいたします。そうですね。センスマーケーで挫折しないためにっていうところですね。えっと、前回はマインド面をお話しさせていただいたと思うんですけれども、で、まあ、挫折のこともお話ししたかなと思います。はい、そんな中でもね、えー、特にこう、あらかじめ、こう、 想定しておくというか、どうしても挫折したくなりそうな時って絶対あるんですよね。あの、もともとハードメンタルの人とかは、まあ、なかなかいないかなとも思いますし、うん、まあ、そんな感じになってくるので、えー、なので、えー、ちょっとこう、改めて、えー、あらかじめこう、想定しておくっていうことがすごい大事なんですよね。えー、なので、そこをお話しできればなと思いますので、お願いいたします。で、開くと、じゃんってこんな感じですね。えっ、ー、と、6つご紹介できればと。 思います、はい、まずはねまあ当たり前ですけれどもすぐには伸びないのであんまり考えすぎん方がいいかなって感じですねうんまあ誰でもねすぐに伸ばせたら苦労しないですよとまあもちろんね1ヶ月で何千フォロワーとかって行く人もいるんですけどまあ結構特殊ですねまあ女性の人女性の方とかであれば意外と初速伸びやすかったりとかはなんかたまにあったりそういう ロジックはあるんですけれども、ま、基本無理です。あの、絶対伸びないですね。なんで、あの、あんまり考えすぎず、ほんとコツコツで、ま、基準知っといたら一番いいのかなと思います。だいたい1ヶ月で何百フォロワーいったら、まあまあ、まずまずでしょうとか。結局、何ですかね、学んでない人とか、なんとなく運用してる人とかって、こう、基準がわからないから、1日どれだけの作業をしていいのかわからんとか、1ヶ月でどんだけも伸びたから、 伸びオッケーとかっていうこうイメージが湧かないと思うのでなんでイメージが湧かなくてあれこの調子やと全然伸びてないんちゃうかみたいな本来であればめっちゃ調子いいはずやのに全然伸びてないんちゃうかっていう感じで、えー、やめてしまうとか、まあ、そういう方もいらっしゃるわけなんですよね。 なんで、そんなに考えすぎず、まあ、もちろんね、思考大事なんですよ。あの、次回の講座でお話しする、この本質っていうところで、あの、めっちゃ大事なことを話すんですけれども、ただ、 あんまり考えすぎてもね、しんどいだけなので、まあまあ伸びなくても、一つ継続っていうところがポイントになってくるので、まあ、そこをまず、えー、達成させるっていうところですね。まずは1ヶ月、まずは2ヶ月っていうところを、えー、見ていってで、ある程度伸びてきたら、えー、本質部分を見ていただければなとは思います。はい。 2つ目ですね、えー、自分がきついと思っている時は、まあ、今、実際こう何万フォロワーとかいている人もやっぱり通ってきたっていうところなのですごいまあいいタイミングではあるっていうのをマインドセットとして、えー、思っていてください。 はい絶対ね、あの、ある程度うまいこと、伸びる人に関してもあの、絶対停滞期ってあるんですよね。あいきなり、あ、来た来た、伸びてきたってなっても、絶対停滞するタイミングがあるんですよね。まあ、そこは一つポイントなのかなと思います。絶対誰しも経験してるので、そういう時に、例えば、プロフィール改めて変えてみないといけないのかとか、ツイートとか、まあ、投稿、 が今のフォロワーかからら求められてないんかないまあ、いろいろ試行錯誤の余地はあるんですよね。まあ、なので、いいタイミング、自己ストイッチをできるために、思考なぜっていうところの試行をする、いいタイミングになってくるので、まあ、そこはね、一つ考えといてもらえればと思います。 で3つ目ですね。とにかく始めっていうのは、まあ、慣れるまではめちゃめちゃめんどくさいですし、もうめっちゃ泥臭い業界ですよね。ほんと、ほぼ作業ですし、 あのやっぱりインプットも同時にしないといけないと、で、動画編集とかも自分で慣れないといけない。まあ、例えばショートムービーとかでも自分で編集したりとかっていう、まあ、裏方の泥臭いところがやっぱり9割で、表面の、こう、実際投稿するとか、動画出して数値計測するとかっていうところに関しては、あの、基本的に、 あれですよね、もう本当に一部1割ぐらいかなとは思いますのでなので裏方の作業どんだけ楽しめるかっていうのも一つかなと思いますはい、が3つ目ですで4つ目ですね仲間もたくさん作っておくですね、まあ、これも一つポイントですよね SNS って実はまあ実はというか普通に個人戦じゃないですかまあ、勝手に始めてもいいですしあのー、なんかお礼私始めるわって感じで始めてもいいと思いますしまあ誰かからあのー 例えばコンテンツビジネスっていうモデルがあるよとかアフィリエイトっていうモデルがあるよって教えてもらって初めてする人もいるわけなんですよね。うん。まあそんな中で SNS を一つ手段として始める人もいると思うんですけれどもやっぱりねあの一緒にこう数値計測し合えたりとかっていう仲間ねおるだけでもう全く変わってくるんですよね。結局なんか孤独との戦いで負けるっていう人の原因はここだったりしますと。挫折したりとかね。 まあ書いてますけれども SNS は個人戦でもありやっぱり仲間と競うゲームでもあるんですよねなのでこう切磋,切磋琢磨できる仲間とかまあ同期とかね一緒のタイミングで始めた人まあ最初多分リサーチとか結構すると思うのでなんでリサーチしつつあのそういう動機とか見つめながらあ見つけながらねえっ、ー、と一緒に伸ばしていくとで伸ばしやすいんですよね結局そういう動機とかいると同じこう 何ですかね和というか、和の中でやっていく感じになってくると思うので、なんでね、えー、そこは一つありますよ、というところですね。で、あとはね、えっ、ー、と、五つ目ですかね。失敗するのは当たり前っていうところですね。まあ、これもね、まあ、失敗って本当に恐れ深いというか、怖いものになるかなと思うんですけれども、まあ、失敗ね、本当に成功のもの、えー、成功のもとですね。 本当に、あの、全然失敗って怖くなくって、むしろ失敗の、えー、取れたデータっていうのがすごい大事になってくるんですよね。 まあもう逆にこう結構極論なんですけれどもあのすぐに「歯磨きって上達しましたか?」って言われるとそんなことないですよね。で大の大人でもおそらく歯磨きめんどくさいなっていう人もおったりとかあとはまあ歯磨きそもそも下手くそで虫歯だらけとかっていう人もまあ多いかなと思いますけれどもまあそんなもんなんですよね結局。まあよしあしあったりとかあとうまい下手もあったりとかめんどくさいめんどくさくないとかあるんですけれども。 で、えー、歯磨きでの失敗とか、もう歯磨きですらあると思うんですよね。磨き残しで虫歯なって辛い思いしたとか、まあそういう感じで SNS も全く同じですよね。なんか、もっと効率いい方法があったのに、1ヶ月も効率悪いことしてたとかもあると思いますし、 まあそんな感じもいろいろね、えー、っとやっていく中で見つかると思うのでもうそれをまず改善することがめっちゃ大事ですね自分の頭を使って、えー、見つけるっていうところが大事になってくるのでなんでねあの失敗も恐れずにガンガンね、えー、発信していってもらえればなと思いますはい。で、ラストですね、えー、まあすぐに結果出ないとまあ当たり前ですよねまあすぐに伸びないっていうところも全く一緒ですけれどもほぼ一緒 って感じですけれどもまあすぐに結果出たら誰も苦労,苦労しないですよね。みんなが発信者になって飽和するので誰も稼げなくなると。やっぱりすぐに結果出ないから市場も飽和しないので飽和しないっていうことはまだまだ稼げるっていうことなんですよね。需要と供給がうまいこと天秤で成り立ってるっていう感じになってくるのでなんでやっぱりえっていうことはあの結論としてはやっぱ SNS では絶対稼げるんですよね。そういう人がいる限り。うん なんで、えー、まだまだいけるかなっていう感じなんですけれどもまあ当たり前のようにすぐに結果は出ないのでもうコツコツと毎日継続していくという感じですよね、うん、絶対的な継続が必要とであとまあこれコミットメントと一貫性っていうのが一、まあ、つありますけれども、まあ、自分との約束、まあ、紙に書いて、えー、壁に貼っとくでもいいと思いますしまあ受験みたいな感じですよね本当に。 でまあ例えば受験とかであればね期日もちゃんと決まっててもうやるべきことをね明確でって感じですけれどもビジネスってね本当にまあぶっちゃけおろそかにしても誰からも怒られないですしまあぶっちゃけこう1ヶ月の目標ってあっても達成できなければまあ誰からも怒られないというところになってくると思うのでうんなんで本当に自分との戦いのどれどれだけ の期日にどれだけのことをできるっていうのも,もう自分と約束していくというところですね。まあそれができないとまあおそらく結果は出ないかなと思います。はい。まあ担当者ですね。まあ誰かしらなんかまあコンサルとかであれば担当者ついたりもすると思います。まあ担当者というかまあまあ先生みたいな人つくと思いますし、あとはまあ講座に関してとかでもまあいろいろね えー、教えてもらってる先生とかもいらっしゃるかもしんないですし、うん、まあ誰でもいいと思いますけれども、まあ、約束家族との約束であったりとかですねいついつまでにこれを達成しておごるとか、まあ、そういうのでもいいと思うので是非ね約束していってくださいコミットするっていうところが大事になってきます、はい、で、えー、3つ目ですねこれも大事になってきます まあ、毎日投稿もね、えー、一つ基準の値ではあったりするんですけれども、でもこれ一応まあ、そうですね。まあ全部一緒か。うん、そうですね。ちょっとツイッターだけ特殊で何ツイートした、何ツイートもしたりとかっていうケースもあるんですけれども、 まあ基本的にもう毎日って当たり前ですよねやっぱ発信しないと誰からも見られないですし誰からも認めてもらえないのでなんで1日1つあので一日一つ発信するっていうのはもうこれができないなら SNS アって例えば何かねコミュニケーション取るとかっていう作業をしないといけないわけなので、まあ、そこも一つですね、えー、やり取りを得る意思として、えー、まあ最低基準持っといた方がいいです。 はいまあ、前回もお伝えしたと思うんですけれどもやめる一つの原因ってなんか基準値が低すぎてそもそもけ全く結果出ないからやめるとかあのそういう人も結構いらっしゃるんですよね。あの例えば結果出てる人がこう,こういう悩み持ってるんですって言って相談を受けたとしてもえそれちょっと作業やってすぎやってなさすぎなんじゃないですかみたいな結構刺されることも多いと思うんですよね。うん なので、まあそういったケースもあるので、ぜひ、えー、基準値上げて、あれ、これもっとコミットできるんじゃないかなとか、あの、そういうところは一つありますよという感じですね。なので、毎日証拠は、あの、一つ基準にしてもらえればと思います。はい、あとはね、まあ一日のタスク管理、とても大事になってくるっていうところですね。えー、タスク、日々のね、作業、明確にできてますかっていうところなんですけれども、ドンと。 えー、まあ一日にやることをね、明確にできないっていうのは、やっぱり結構やばいかなとは思います。はい。なんかね、一日一投稿で、まあある程度ストックする人は、まあ多いと思うんですけれども、まあ3日分ストックとかするにあたって、3日分ストックせなあかんってことは、例えばインスタの投稿であれば、1日目でリサーチして、えっ、ー、と、2日目で情報をまとめて、3日目にはデザインをちゃんと、えー、整えて、えー、 なんですかねその3日目にはもう発信できる状態にしないといけないのに1日目であれ何していいんやろうみたいな。 で、二日目に、あ、ようやくちょっと投稿せなあかんな、なんか探してみようかな、で、で、三日目にまとまってなくって発信できません、はい、終了みたいな。まあそういうこともね、結構多くって、うん、実際ね、あの、僕が、あの、結構相談受けてきた人とかでも多いんですよね、やっぱり。全く、こう、目標から逆算できないというところになってくるので、まあ普通ね、なんか、社会人とか、 であれば、その、まあ、営業とかもそうですし、なんか役職ついて。であれば、目標の売り上げとかあると思うので、でも全く同じなんですよね、やってることは。こう、目標の、例えば今月何フォロワーとか、今月何売り上げっていうところに対して、あとは逆算するだけなんですけれども、ただやっぱりそれが、 ビジネスになるとできないと。これなんでかって言ったら、やっぱりやらされてるかやらされてないかの違いなんですよね。別に売り上,上げ上げようが上げまいがやっぱり生きていけるわけなので、やっぱそれをしないっていう人はまあ多いんですよね。うん。っていうのがあったりします。はい。っていうわけで以上ですね。6ついかがでしたでしょうか。しっかりとこうマインドセットってやっぱり 大事になってくるので、もちろんノウハウも大事ですけれども、伸ばすための。ただ、あの、そもそもやっぱこれができてないとね、なかなか結果出せる人って少ないので、しっかりと、もうとっととマインドセットについてはね、すぐにもうつけちゃって、あの、ガンガン突き進んでいければ、こういうね、マインドセットで止まってても仕方がないですし、あの、それに関しては、ぜひやっていただければと思います。 思います。で、今回の3つ目のね。sns マーケット挫折しないための方法についてお話しさせていただきました。ご清聴いただいてありがとうございます。